おはようございます。さあ、ということで、今日も朝ごはんのお時間となりました。昨日はベルギーの旅行ってきました。まあ、ちょっとね、楽しさもあったんですけど、難しさの方がちょっとね、上回ったんで、結構思い出より、あ、なるほど、こういう風に回るんだという難しさというか勉強になりました。ありがとうございます。まあ、ただ本当にこう見て回った建物とか教会とかって素晴らしかったです。あとね、なんかまあちょっと調べてないんですけど、あのヘリコプター飛んでたりとか、すごいこうなんとかベルギーの一大イベントみたいなのをやってたんで、まあ、非常にこう人だかりがあったりとか、あの軍隊のなんか演習みたいなのかな、やってたんですね。はい、そういったものを見れたんで楽しかったです。ということで、今日もやってまいりました朝ごはんということで、しっかり朝ごはん食べてですね、さあ行きますか。この後はパリディズニー行きます。ちょっとこの動画でも何回かディズニーシー、ディズニーランドを上げてるんですけど、いよいよ海外のディズニーパリを上げていきたいと思います。どんな、またはちゃめちゃな難しい旅になるかわからないです。もう本当にもう海外わからないんで、まあそれも楽しみたいと思います。ただです、置き引きとかスリとか、ちょっと犯罪系だけはね、気をつけたいと思います。自分が分かってない頭の悪さはしょうがないんですけど、ちょっと犯罪系だけはしっかりと気をつけながら回っていきたいと思います。さあ、ではレッツパリディズニーです。行きましょう。朝ごはんとりあえず食べます。今日もいつも通りの、はい、私の大好きなクロワッサンと、これチョコですかね、でソーセージ、卵、ベーコン、ヨーグルトという組み合わせとなっています。さあ、ではちょっと急いで食べて、なかなかまた難しい、ここから1時間以上かかりそうなんで、ディズニー分かんないです、間違ってるから行き方も分からへんし、調べながら行きたいと思います。ではメトロに乗ってディズニーに行きます。で、今回回数券はですね、使えないので、ディズニー駅までのチケットを購入します。なんかね、日本みたいに乗り越しとかそういったことができないので、結構お金取られたりするんで、これ気をつけてください。では行きましょう。さあ、ここで一つポイントがあって、ホームに来てるんですよね。ディズニーに行くやつと違う方、二手に途中から分かれるんですけど、ディズニーのマークがある、分かるかな、このマークがある、はい、電車に乗ってください。そうすると全然違う方に行っちゃいます。無事に到着、行きましょう。ディズニーの旅、これです、これがパリのディズニーです。さあ、行きましょう。わかりますか、はあ、意外と空いてる。9時半からですね、9時半からとなっています。さあ、ここからチケットがまたね、いろいろ、まず荷物検査入ります。荷物検査無事に、はい、抜けました。ということで、ここからが次はチケットを見せるんですけど、チケットを見せるんですけど、これどこに、流れに乗るんでしょうね、こういうのは。こっち側から行きましょうか。まだチケットを見せてません。なんと結構並んでます。まあまあ並んでましたね、やっぱりそんな甘くないね。なのに昔ね、フロリダのディズニーワールド行った時はこんな、もう少し空いてたんですけど、まあそんな甘くないんですよ。しっかり並びますか、しょうがない、並びましょう。そしていよいよチケット検査です。ここで通りなければもう全てが終わるとなります。で、二重の検査で一重の場所は行けました。一重の場所はまず行きました。そしてパリは30周年ですね。
ディズニーシーは20周年ということで30周年、はい、という形で進んでいきましょう。いよいよです、緊張の瞬間、ここでミスったら終わりです。皆さん帰るしかありません。なんじゃそりゃって怒ってください。行きましょう。携帯で撮ったんで分からないです、進めるかどうか。うわってすごい厳しいです、あいつ厳しい、ディズニーは厳しい、セキュリティ厳しいんですあいつら。言い方すごい睨んでます、めちゃめちゃ睨んでます。通れました、通り抜けることができました。はい、携帯でチケット購入して通り抜けることができました。さあ30周年ディズニーパリです。パリに上陸しています。このパリに上陸、パリのディズニーに上陸しています。行きましょう。いよいよセイトラベルでパリのディズニーをご紹介する形となりました。パリのディズニーです。30周年、それほど人は多くないです、日本ほど多くないです。行きましょう、パリディズニーへ、レッツセイトラベル。こちらがシンデレラ城なんですけど、ちょっと日本のものに比べたら低いんでしょうね、少し低いイメージ感じがします。奥に見えてきたのはインディ・ジョーンズ、行きましょう。まずはインディ・ジョーンズから。さあ日本との違い、それは人がいないことです。さあ行きましょう。でね、世界に一つしかない乗り物なんかもあるみたいなんで、当然それに行き当たりたいんですけど、難しいんすよこれ。ちょっと見えてきたものから行かないとわからないです。もうとりあえず行きましょう。インディ・ジョーンズが見えてきたんで、さあこれが日本との違いが分かるかどうかですね。タートルトークとかもう全然はダメですね、フランス語でやられたらもう何のこっちゃ分からへんから。これインディ・ジョーンズって書いてますよね。ああ書いてます。じゃあ行きましょう、インディ・ジョーンズから入ります。進んでいきましょう。5分待ちです。インディ・ジョーンズが5分待ちってなかなかないです。ただね、見るともう早速違います。なんか全然外を走るジェットコースターみたいになってるんですよね。日本のインディ・ジョーンズってこう暗闇の中を走るんですけど、で誰もいないからこれあっどっちに進むかがわからない。こうか、これ入ってからもなかなかわかんないです。あ、見えてきた、見えてきた、人が見えてきました、見えてきましたよ人が。はい、怖いです。それでも行きます。パリのインディ・ジョーンズの全貌が少し見えてきました。あんな誰、ビッグサンダーマウンテンになんか見えるけど、これインディ・ジョーンズやんね、これインディ・ジョーンズかな、あんなんちゃうよね、ちょっと違う、全然違いますねやっぱり。これはちょっと名前が一緒でも乗り物自体が全然違うかったらね、乗っとく価値はありますね。このインディ・ジョーンズを5分でこのこれで乗れるってすごい。もう乗れます、もう乗れます。こんなことね日本じゃないですよね、すごい、もう乗れるんです。しかも中じゃない外ですから。インディ・ジョーンズ乗ってきました。これね、あの怖いんじゃない、痛い、結構ね、あのどういうの、ストッパーみたいなのが耳やら顔にガンガン当たるんですよ、それが痛い。で、ね、あの係員の人のチェックがないから自分でがっしりしないとダメなんですけど、これめっちゃ痛いです。意味わかると思います、乗ったことある人痛いと思いますこれ。でも大丈夫、まだ1個目なんで進んでいきましょう。
そしてパリのバズライトイヤー行きましょう。20分待ち、バズで20分、いいですね。バズライトイヤー、これはあれですよね、なんかまた点数のやつでしょ。ああいうね。でこれが、あ、これやってないわ。ビデオポリスってなんかやってない。何、あ、食べ物屋さんやん。なんでビデオポリスなんや。難しいな。あれ多分スペースマウンテンっぽいよね。とりあえずバズライトイヤー20分待ち挑戦します。これはさすがに日本と大きく変わらないでしょう。多分、まあ、何言ってるかわからないですよ。これいよいよです。いよいよ行きます。これなんかでもね、あれやね、キャストの方あんまいないよね。すごいね、1人とか2人でやってんねんて。無事に終わりました。なんと9万点です。ありがとうございます。9万点はいないです。多分とんでもない点数を叩き出しました。9万点はすごいでしょう。あのね、人間特技があるんですよ。やっぱり9万点にたどり着きました。ありがとうございます。はい、日本人最高得点を叩き出したと思います。諸説あります。では次行きましょう。お土産かわいい。ミッキーです。ミッキーがいます。ミッキーとミニーちゃんがいます。見つけました。奇跡です、こんなところで会えるなんて。46歳にして手振りましょう。手振ります。さあ近づいていきましょう。こんなことがあるんだ。一人占め、一人占め、一人占め。この近さで、この近さです、この近さ。ありがとうございます、ありがとうございます。パリのミッキーが出てきました。すごいです、すごい。これはなかなかないです。こんなことがあるんです。だから来たんです。このために来たんです。日本から来たんです。何十時間、何十時間とかけて、24時間かけて来たのがこのパリのミッキーです。素晴らしい状況。この光景、ミッキーとミニーちゃんが出てきてます。世界で同じ時間に出てはいけないと言われているミッキーとミニーちゃんがここに出てきました。パリにいます、パリ。このパリにミッキー、ミニーちゃんがいよいよ、いよいよ私の前に現れてくれました。すごいこととなってます。そしてプーさんです。プーさんが現れました。ちょっと可愛いのか可愛くないか皆さんで考えてください。プーさんです。プーさんがいます。まあ僕のお腹もプーさんですけど。さあそしてスティッチもいます。可愛い。サイン書いてる。なんかパリらしいオブジェがあります。プーさんとティガーが回ってます。続いてはファントムワナーに行きましょう。まあどんな乗り物かわからないですけど、世界に一つしかない5分待ち、世界に一つしかないって言って5分待ちってなかなか、でもね、分かりづらい場所にある。この5分待ち、はい、5分待ちです。5分待ち、ファントムマナー。では行ってみます。こういう感じです。こんな屋敷の中に入っていくみたいです。お化け屋敷なのかな、わからないっていうのが一番怖いけどね。楽しみましょう。
行ってきました。ホーンテッドマンションとほぼ一緒、お化けがねフランスっぽかったです。はい、あと最後のなんかまあ鏡に映るのが骸骨だったんですけど、日本だとこちらでは花嫁のお化けでした。以上、楽しかったです。まあ5分待ちなんで文句は言えない。では続いていきましょう。ちょっと足が痛くなってきたんでこの列車に乗りましょう。これが大事です。もう、はあ、足が痛い。もう列車に乗るしかないです。あ、ヤギいる。ロバ？ヤギ？よいしょ、ゆったりと乗れれば嬉しいですね。モンチュールということでいよいよ出発です。ミニロバ？ミニホース？います。かわいい。で、これで入り口の方まで一旦戻ります。そこで休憩します。もうちょっと体力が厳しくなってきましたよ。なんか思ったところで降ろしてくれなかったです。これどこに行くんだろう、一体どこに行くんでしょう。この列車はわからないです。でもまあちょっと休憩という意味では最高です。さあ少し休憩させてくださいということで、はい、チョコドリンクいただきます。ミッキーの。この後ご飯も行きたいんでゆったりとちょっと休憩します。計画練ります。ティガー発見です。タイガーって言ったら怒られんねんね。ティガーですから。知ってます？ティガー。そしていよいよスターツアーズへご案内します。どんなんなんでしょう、わかんないです。これはもうスターツアーズっつったら、あの、いたち、もう子供たちに足は蹴られるわ。これがある意味スターツアーズかもね。いたいたいた、もうめちゃくちゃですわ。これもうスターツアーズです。これが蹴られることがスターツアーズ。これがスターツアーズです。子供、ああ子供たちにこう蹴られていくことがスターツアーズなんです。殴られ蹴られ、もう順番なんか関係ない、それがスターツアーズなんです。10分待ちのスターツアーズ、いよいよ始まります。さあ日本とどう違うのか確かめましょう。スターツアーズ行ってきました。すごい盛り上がり、なんかやっぱり海外ですね。すごかったです。盛り上がりがなんかウェイみたいなやつでした。さあスペースマウンテン35分ということなので行きましょう。なんかねちょっと違うっぽいんですよね、日本と。楽しみ。パリのスペースマウンテンはなんと外で乗るという新しすぎる発想。こっちかな、どっちに行けばいいか分かんないけど、こっち行きましょうか。とりあえず、ま、あ右の方が俺の感覚からすると正しそうです。すごい、見て乗り場、外で乗るんですよ。
あ行きましょう。スターウォーズスペースマウンテン始まります。始まります。始まりますよ。この行きましょう。なんと止まりました。とてつもないことが起こりました。止まりましたの、なんとストップですの。さあ、なんとですね、途中で止まりました。スペースマウンテン、坂の上がる途中で止まってそのまま降りました。ということで優先登場の紙はもらったんですけど、次、いや、この経験です。で、動画撮影 NG、 動画撮影 NG となってます。すごいです。パリのスペースマウンテンが止まりました。ということで、途中で、降りるという形となりました。まあ、乗れなかったのは残念ですけど、この経験ですよね。やっぱりもう今止まってます。今止まってます。確実に止まってます。こういう形です。今一人も乗ってません。止まってます。すべて優先搭乗が、優先搭乗券いただいて止まってます。すごいです。なんと途中で止まるという、こんなことあるんですね。これです。これがスイートラベルの実力です。残念ながらスペースマウンテンが止まったということなので、次のアトラクションに向かいたいと思います。なんか動画撮ったらめちゃめちゃ怒られてんけど、っていうか怒んのこっちやろみたいな、意味わからんわ。でもそんなこと言ったらダメです。もうしょうがない、次のアトラクションに進みましょう。ちょっと曇ってきたね。今日雨の予報だったんですけど、少し曇りが、これね、シンデレラ城じゃないらしいです。なんか別のなんかあれなんですって、イメージで。これシンデレラ城通りで、なんかあまりにも違うな思ってたんですよ。これシンデレラ城やと思ってたんですけど、違うということです。だってなんかちょっとちっちゃいしね、なんかチープな感じがしますよね。よいしょ。さあ、じゃあ続いていきましょう。そしてパイレーツオブカリビアンに行きましょうか。30分待ち、進みましょう。海賊の世界へようこそ。パイレーツオブカリビアンの旅が始まります。いよいよです。結構人います。25分30分ぐらい並んだかな。結構並びました。カリムの海賊で海賊の世界堪能してきました。よいしょ。結構涼しいし休憩できた。さあ、ちょっとね疲れてきたんで、お昼食べてないんですよね。はい、人も混んできたな。でもなんか入れそうなところ行きましょうか。少しお腹空いたので、ハクナドッタラに行きます。なんかいろいろあります。チキンが食べたいな。チキンにしようかな。か、あの肉も美味しそう。あれも美味しそうですね。あれ何やろう。チキンと2番も美味しそう。チキンが食べたいねんな、ずっと。チキンと、じゃあ、あのビーフみたいにしますか。鶏と肉、はい、15ユーロ、15ユーロ、
あ、これ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 美味しそうやね。メニュー4いいですねこれ。さあランチはよくわからないですけど、チキンとポテトと、はい、アイスです、はい、コーラです、はい、いただきますみたいな感じでいきましょう。すごいボリュームです、美味しそう、ありがとうございます。いただきます。これでパワーアップです。いよいよビッグサンダーマウンテンに乗ります。プレミアムチケットを使って並ばずに行きましょう。さあここから始まります。まだまだディズニーの旅は始まります。もう4時ですけど始まります。腰も痛いし足も痛い、それでももう一度一からでもいいんです。新しいパテント乗りましょう。乗りますよ乗りますよ、行きましょう。ビッグサンダーマウンテン、ビッグサンダーマウンテン乗ってきました。結構長いです、時間が。調べると多分これ日本より多分長いと思います。楽しかった、首やられた。さあ次のアトラクション行きましょう。いよいよ限界が近づいてきたのかもしれません。こちらが眠れる森の美女ということです。なんかシンデレラ城かなと思ったら全然違いました。さあこちらの中に入りましょう。多分何もないんでしょ、なんかあんのかな。人が増えてきた、よいしょ。このステンドグラスを取りに行きたかったですよね。すごい、オイルが好きなんでしょ。外から見る景色はこんな感じです。いかがですか、パリのディズニー。楽しいですね。まあでもやっぱりね、日本ですよ全てにおいて。なんかね、なんで負けてるんでしょうね、負けてると思えないけどねっていうぐらいです。個人の意見ですよ、あくまで個人の意見ですが、僕はやっぱり日本好きかなーって感じかな。ね、日本がナンバーワンですよ。やっぱディズニーランドとシーってやっぱ圧倒的ですよ。本当に。引き寄せてないですけどね。まあね、そんなこと言ってたらダメですね。さあ行きますか。そしてこちらから。白雪姫に乗りましょう。やっぱりこういうね、夢のあるやつとかね、おっさんでも乗れるというところを見ていただきましょう。疲れた。こちらが白雪姫です。だんだんもう無理になってきましたよ。さあ終わりは近いです、これに乗りましょう。さあということで終わりましたよ、回りましたよ、歩きましたよ。素晴らしい旅路となりました。パリディズニーいかがだったでしょうか。結構回ったよ、
乗ったし頑張りました。今からパレードあるみたいですけどもう無理です。はい、限界となります。昨日も頑張ったからね。はい、ではパリディズニー今からお土産買って終わりにします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。パリディズニーからお送りしました。こんばんは。ということで夜ご飯を食べに行きます。でちょっとねどこ行こうか今考えてるんですけど、さすがにフレンチ系というかワインチーズ系は飽きたので、あれこれはいけるのかってんやね。はい、で昨日はねマクド行ったんですよ。ちょっとねベルギーから帰ってきてあんまりにも足痛いしもうしんどく疲れたんでマクド行ってちゃちゃっと食べて、で一昨日は、中華系行ったんですよ。で今日は雨降ってるしどうしようか、今カレーが食べたくてっていうことでカレーのお店を探してます。はい、あるのかな、そもそもちょっと今ネットではググったんですけどあるのかな、というかめちゃめちゃ雨きつくなってきたしディズニー行って足痛いし、ちょっと探します。とりあえず無事にお店には着いたんですけど、あのねさっぱりわからないです。とりあえずハイネケンだけわかったんでハイネケンは頼みました。あとはもうとりあえず英語、片言の英語でいきましょう。なんかこう、もうカレーが食べたんですけどカレーなんかようわかんない、とりあえず出てきました。とりあえず食べます。こういうのが楽しい、何が出てくるかわかんないです、もう難しい。はい、ニューカシャマーみたいな感じです。お店の名前はニューカシャマーみたいな、クラッシャー、ニュー、これなんて読むの、ニューカカシャミャーみたいです。いただきます。とりあえず突き出しがもうこんな感じなんでこちらをいただきたいと思います。美味しそう、でも美味しそうですよ。これトッピングやと思ってなんか違う、間違えた、何かのトッピング、辛っ、めちゃめちゃ辛いです。これちょっと言ってほしい、なんか違う、何かが違う。辛い、これこんなん直で食べたらあかんやつやわ。店の復帰はこんな感じです。いい感じですよ。でもはい、さあ来ました、バターカレー、バターチキンカレーかで、ナンも来てます。ということでこの2つをいただきます。はい、フランスからバターチキンカレーをお届けするということになりました。十分です。ちょっとこの後ねライスも頼みたいんですよ。いただきます。そしてこちらがシュリンプとライスと何かが混ざってるみたいです。これも美味しそうです。はい、ようやくこういうのにたどり着いてきました。でこのねナンめっちゃ美味しい、このナン最高にうまいです。バターチキンやっぱり美味しい。じゃあこちらもいただきます。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。店員さんの話では竹中直人がめっちゃ来るって言ってました。本当かどうかわからないです。ということで今日はまっすぐ帰って寝まーす。おやすみなさい。ごちそうさまでした。久々のナーンということで、フランスに来てからのナーン、ごちそうさまでした。さあこの路地が最高なんです。この路地を見つけ出したんです。フランスのめちゃめちゃ混んでます。でもこの路地最高なんですけど、めちゃくちゃ混んでます。いろんな店入ってる、美味しそうな店めちゃくちゃ入ってるんですけど、いっぱい大人気。さあじゃあ帰ります。まっすぐちゃんと、このままだったら寄ってしまいそう、でも帰ります。雨降ってるし、はあ
おやすみなさい。じゃあまた明日頑張って早起きしてフランスを回ります。